はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。最近長崎ちゃんぽん食べていないなっていう話で、なんか最近ね、あの長崎ちゃんぽんの、ニュースがなんかあって、実店舗がなくなっ、ほぼなくなっているわけじゃないけど少なくなってるっていう話があって、でそれは何でかっていうと、なんかそういうフードコートに行ってたりとかしてて、なんかなんとかね巻き返しをしようとしてたんだけど、結局それが間に合わないとか、なんかよくわかんない話なんだけど、でたまにさ、その長崎ちゃんぽんってさ、ちょっとお腹鳴っちゃったけど、不意に食べたくなるなっていう印象なのよ。まあもちろんそれはなんかどっかに行った時に長崎ちゃんぽんの、ね、看板見たら、ああ食べたいなと思ったりするし、あのフードコートに確かに、ね、あったりするんでね、結構人がいたりだとかしてて、あ、人気があるんだと思って、結構さ、お野菜がたっぷりあるんで、あの普段野菜が食べなかったりとかするし、子供もね、まあ、お子さん専用の、その小さい、片焼きそばとか、そういうのが、ちゃんぽんとかあったりとかしてて、まあ、食べやすくなっている。野菜が嫌いって言いながらも食べてたりとかするから、本当に食べたいなっていう時はある。で、冷凍食品なんかでもやっぱ、通販とかであったりもするし、長崎ちゃんぽんの実店舗、まあフードコートじゃなくて、まあ道路沿いであったりとかするけど、そこのところの、外にね、あの自販機で売ってたりするのよ。営業街にあの来た時にそこでね買えるような感じで、それも試してみたいなっていう部分はあるんだけど、まあね、片焼きそばね、もう前は嫌いだったんだよね、片焼きそば、あの硬い細麺がすごい嫌だったし、その最終的に結局ふにゃふにゃになるじゃん、あのその過程が嫌だったりとかするし、その口の中が痛くなるし、でいいので、なんか嫌だった、好きじゃない好きじゃないと思ったんだけど、今はまあ食べられるようになりました。まあね、その旦那さんなんかは、まあ、食べさせるように苦手だから食べさせるように仕向けたんじゃないかって思っちゃうぐらいなんだけど、結局ねそうでもないんだよね本当にそうでもなくて、あのただ単にどっかに出かけたいとかそういう時に、あのたまたまそこに長崎ちゃんぽんがあって、そこを逃すと、まあもちろんガストとかマックとかっていうのはあったりとかするんだけど、あのゆっくり、なんかやっぱりイライラするじゃん、そこで食べなかったら、じゃあ強引するねっつって中に入って食べました。うまいよな、久しぶりに食べると本当に別に今は嫌がってませんよ。ね、もちろん、はい。まあ、久しぶりに食べたいなって思いました。以上です。